平田選手です。3対0で敗れました。この結果どう受け止めますか？そうですね、まあホームで、まあ、不甲斐ない試合してしまったんで、次絶対勝利を届けれるようにまた頑張りたいです。いつもと異なるフォーメーションでのプレー、やってみていかがでしたでしょうか？まあ、守備のところはある程度できたと思うんですけど、まあ、攻撃のところで全然、まあ、ボールもつながらなかったし、まあ、もうちょっと中で、まあ、全員がもうちょっと声かけ合って修正していけれればもっと良かったと思うんですけど、できなかったですね。まだこれから12試合残っています。これからの戦いに向けて一言お願いします。まあ、切り替えることも大事だと思うんで、ただまあ修正するところは修正して、次勝って帰っていきたいと思います。ありがとうございました。